おはだこはどうもメリエです。1月9日で2周年を迎えたということで、ちょっとね、何気にやってなかったなっていうことでね、ちょっと今更ながらなんですけど、軽く自己紹介をやってみようかなという感じでね、早速やっていきましょう。なんかちょっとね、緊張するな、自己紹介ってまずは名前はあそばねメリエというね名前になります。ちょっとね、最初メリエだけだったんですけど、途中から最近ちょっとあそばね名字がねつきまして、あそばねメリエになりました。で、なりましたってちょっとおかしいあそばねメリエですと。で、呼び方なんですけど、呼び方はね、まあちょっと決めてないし、別に決まってなくて、まあ、好きにね呼んでくれたら嬉しいです。まあ不快なやつじゃなければかな。まあちょっとね、不快になるようなまあ悪口めいたものだとちょっとね、さすがにちょっときついので、それ以外だったらね、普通に好きに呼んでくれたら嬉しいですという感じで。そしてこのチャンネル名にもなってるカツレツダコワーズなんですけど、カツレツダコワーズはこのね、不思議な国の国名、そしてこのチャンネル、まあグループ名ということで、お茶会ね、お茶会でこう、まあ、不思議の国のアリス的なね感じの、まあ、マッドパーティーみたいな、ああいうお茶会に集まりながらゆるーくゲームをしたりとか楽しんでいけたらなという、そんな感じのね、まあ、ちょっとふわっとしてるけど、そんな感じの、まあ、うんそんな感じですね。で、誕生日、バースデーなんですけど、バースデーは10月31日、ハロウィーン。最近だとっていうか、まあ、ハロウィーンだね。ハロウィーンのね、なんかなんだろうな、かぼちゃ、ジャックオーランタンだったりとか、ちょっとダークだけどポップ。うん、ああいうダークだけどポップみたいな、ああいう雰囲気はね、ものすごい好きなので。まあ、めちゃくちゃ騒いでる感じのね、ああいう感じじゃなくて、普通のハロウィーンの元々のイメージ、ああいう感じのね、まあ、ものすごくね好きですね。で、身長はね173センチぐらいかなだったと思う。で、次、好きな食べ物なんですけど、まあ、まずはね、肉。まあ、肉はやっぱりね、まあ、みんな好きだと思うけど、肉寿司はねで、肉は、まあ、普通にいいお肉とかも、まあ、やっぱおいしい、普通に美味しいんだけど、どちらかというと、ああ脂身がすごいやつっていうよりは、赤身がちょっと強くて、食べた時にちょっとなんか、あ、肉食べてるわみたいな、ああいう感じる方が好きかな。焼肉で言うと、なんだろう、ハラミとか、あとはステーキ系で言うとフィレ肉とかだっけ、あ、ちょっとあんま詳しくないんだけどどちらかというとね、肉食べてます感のあるやつが好きですね。で、寿司はね、まあ、寿司もねみんな好きだと思うんだけど、まあ、特にやっぱりサーモンとか、あとブリとかハマチ、そしてカツオとか、あとは普通にマグロとかもだけど、まあそこら辺かな、好きなのは結構食べるなっていうの。あとは縁側とかも好きだけどね。まあ、特にサーモン、ブリ、カツオかな。で、あとはカツレツ。このカツレツダコワーズの名前にも入ってるけど、このカツレツ。普通のトンカツとかも好きなんだけど、どちらかというとカツレツはかなりね、好きかな。まあ、すごいしょっちゅう食べるわけではないんだけど、好き。で、あとは、まあ、スイーツ全般、結構ね、甘いもの好きなんですけど、特に好きなのは、まあ、さっきもね、カツレツと一緒に入ってた、こうダコワーズ。ダックワーズ。ダコワーズ。まあ、どっちも読み方あるんだけど、ダコワーズはめちゃくちゃ好きで、見かけたら大体買っちゃうぐらい、ダコワーズは好き。かな。で、あと、ずんだ餅。ずんだ餅もね、すごい好き。一回ちょっとね、自分で、こう、枝豆剥いて、枝豆をこう潰したりとかしてこう作ったことはあるんだけど、結構大変だったな、あれ。
うん。まあ、ずんだ餅はね、めっちゃ好き。あと、マカロンもね、好き。マカロンやっぱ見た目もね、めちゃくちゃ可愛くて好きなんだけど、カラフルで。うん、あと、ティラミス。普通にね、マカロン美味しいしね。あとは普通にね、ケーキ系だ、ティラミスかな。まあ、結構他にも普通の抹茶ケーキとか、チョコレートケーキ、ショートケーキとかも何でも結構好きだけど、ティラミスも結構好きかな。あと、お菓子。まあ、ちょっとスイーツとね、まあ、被るっちゃ被るけど、まあ、スナック菓子とかああいう系だと、ポテチとか。あと、せんべい、おせんべいね。おせんべい結構好きで、うん、まあ、塩も醤油も好き。あと、グミ。グミは、一時期ね、めちゃくちゃグミ食べてた時期があったぐらい好きなんだけど、最近はね、ちょっと落ち着いて、定期的に食べるぐらいになったけど、グミね、結構好きかな。いろんなグミ食べるかな、結構。あと、チョコ。まあ、チョコはね、まあ、普通に、たしなむぐらい。まあ、普通に好きかな、ぐらい。あと、結構、ハンバーガー。ハンバーガーはね、結構好きかな。うん、結構食べ物の中だと結構好きかも、ハンバーガー。あとはね、ちょっと最近ハマってるとしたら、肉まんもね、最近ちょっとハマってるかも。そんな感じかな。ちょっとね、この好きな食べ物とか、こう好き、好物系、好きなもの系は、思いついた順とかでバーって書いてるから、結構ね、あとあれもあるかも、書き漏らしっていうか、ここに出す、思いつかなかった、思い出さなかったやつも結構あるかなっていう感じなんですけど、いやちょっと恥ずかしいな、なんか自己紹介って、まあ、続いていこう。続いて次は、ね、コーヒー。コーヒーね、結構ね、まあ、普通にねたしなむぐらいですけど、めっちゃ詳しいとかじゃないけど、まあ好きで、まあ結構ねたまに豆引いて、まあ、ドリップしたりとか、あとは普通にカフェラテとかも好きだし、エスプレッソね、エスプレッソのカフェラテとかカプチーノとか、あとカフェモカとか、あとは普通にねハニーラテとかキャラメルラテとか、ああいういろんなフレーバーっていうか、ああいうカフェラテ系もね好きですって感じで、あと紅茶もねたまに買ってきて、まあ、茶葉でねこうポットで入れたりとかもするし、あと結構、まあ、めっちゃ買ったりとかじゃないけど、あのティーカップとかのあの茶器とかね結構見るのも好きだったりとかもしますね。で緑茶抹茶も普通に好きなんですけど、うん、まあそんな感じかな。ざっくりしてるけど、で次は好きなゲーム。好きなゲームは、まずポケモン。ポケモンはやっぱりね、ずっとやってるし、まあ、かなりね、やっぱ好きなシリーズかな、ポケモンは。で、次が FF7。FF7 ね、ファイナルファンタジーが、ちゃんとやったことがあるのが、なんか7ぐらいしか、意外とそういう機会がなくて。で、7はね、やって、リメイクじゃない方かな、まあ、インターコンチネンタル版だっけ、なんか、そんなやつはやったかなーって感じなんですけど、うん、セブンはかなり好きだね。キャラクターも好きだし、ストーリーも好きだしっていう感じで。あと、テンもね、ちょっとやったんだけど、最後までちゃんとやれてなくて、またね、機会があったらね、ファイナルファンタジーシリーズもちゃんとやりたいんですけど、うん、そんな感じかな。で、モンハンもね、結構ずっとやってて、セカンドあたりから、ポータブル。ドスじゃなくてポータブルかな、セカンドポータブルからずっとやってんじゃないかな、普通のモンハンのシリーズは。モンハンね、めちゃくちゃ好き。で、まあ、結構ね最初体験使ってスラークとかタチとか弓とかもいろいろ使っ、まあ、一通り結構武器使うんだけど、最近ライズとかだと結構双剣がねメインになってるかなって感じかな。こんな風に話してたら結構時間経ちそうだから、パパーっていく部分とね、詳しく話す部分でちょっと分かれていこうかな。あと、戦国無双。戦国無双シリーズはね、うん、シリーズっていうか、まあ、戦国無双はね、結構好きかな。結構一番やったっていうか、ちゃんとやったのは、4かな。
そうかも。で、あとスプラトゥーンね。スプラトゥーンめちゃくちゃ好きで、なんかね、ちょっと怖くて怖くてガチマッチはあんまりやれてないんだけど、まあ、縄張りバトルでもね、めちゃくちゃ楽しんでやってるって感じかな。スプラトゥーン、スプラトゥーン2ね、3も出るしね。まあ、いつ出るのかわからないけどね、3もちょっと楽しみだし、スプラもね、またやりたいんだけどね。ただスマブラ、スマブラもね、まあ、強くないんだけど、スマブラも結構好きだし、あとカービィ、カービィシリーズもね、やっぱカービィ可愛いし結構好き。で、あとダークソウル、ダークソウルは全部やったかな、1、2、3、うん、ダークソウルも全部やったし、ダークソウル、結構好きかな。ダークソウルも難しいけど、やっぱ達成感すごいしね。もう二度とやりたくないなって思う。ボスとかもいたりするけど、やっぱ楽しいんだよね、ダークソウルシリーズ。あとブラッドボーンもね、やっぱ好きだし、次エルデンリング、まあ、同じね、雰囲気のね、系列のエルデンリングもね、楽しみだしなっていう感じで。セキローはちょっとやったことないんだよね。あとニオー、まあ、ニオーはね、もう実況もしてるし、もう結構ずっとやってるゲームだし、ニオーシリーズはね、かなり好きかな。あと COD、コールオブデューティー。コールオブデューティーもね、結構ちょこちょこシリーズ触って、まあ、普通に楽しいねっていう感じで。あ、BF も同じ感じかな。FPS ね。あと書いてないけど、Apex もね、結構たまにやったりするし。そんな感じかな。FPS 系もね、結構好きなんだけどね。でも結構やったりやらなかったり、そういう時期がね、あったりするかな。FPS は。好きなんだけどね。あと、アトリエシリーズ。アトリエシリーズは、あんまりちゃんとやったことっていうのが、ないんだけど、メルルのアトリエと、このエスカとロジーのアトリエっていうのを結構ちゃんとやって、他のシリーズもね、ちょっと触りたいんだけど、なかなかね、その機会がなくてね、触れてないんだけど、ちょっとね、いつかね、ちゃんと他のシリーズ、最近のやつ、もだし、あ、ソフィーとかから始まる不思議シリーズだっけ、ああいうやつとかもからもね、やっていきたいし、あとライザーとかもね、ちょっとやりたかったんだけど、タイミングがちょっと伸ばしちゃってできたいんだけど、このエスカとロジーのアトリエめちゃくちゃ好きで、キャラクターも好きだし、世界観がめちゃくちゃ好きで、好きだな、好きだったなあと、ちょっとソサゲになるんだけど、FGO グラブルプリコネは、結構やってる、ソサゲの中では結構やってるゲームかな。で、まあ、ちょっと好きなね、まあ、特に好きなキャラクターみたいなのを一応言っておくと、まあ、森永吉さんとか、岡田伊蔵さんとか、坂本龍馬さん、お龍さんとかの、結構日本サバは結構ね、好きなサーバントっていうのが多いんだけど、あと佐々木小次郎さんとかね、もうちょっと開けたらキリがないんだけど、まあ、他に言うと、まあ、シャルロット・コルデーちゃんとか、ペンテシレイヤーさん、カルナさん、ロビン・フットさんとか、ラクシュミ・バー・イーさんとか、マンドリガルドさんとか、あとはまあサリエリさんとか、まあ、ドーマンさん、渡辺綱さんとか、他にもね、もうたくさん好きなサーバントっていうのがね、もうめちゃくちゃやっぱ FGO キャラクター魅力的で、本当に好きなキャラクターめちゃくちゃ多いんだけど、あと好きだけど手に入れられてないっていうのが、キングプロテアちゃん。手に入れられなかったんだよね、キングプロテアちゃんね。また復刻来たらちょっとね、手に入れたいけど。で、次がね、グラブル。グラブルもね、特に好きなキャラクターはサティロスちゃんとか、アオイドスさんとか、ジークフルイートさんとか、あとアテナさんとか、ヘレルバンシャレムちゃんとか、ティコさんとか、かな。まあ、結構、グラブルも結構やっぱみんな好きって感じ、基本。魅力的だよね、やっぱキャラクターがね。結構なんか、まあ、サティロスちゃんとかもなんだけど、結構、青少女系は好きになる傾向あるかもしれない。ちょっとわかんないけど。で、あとは、ちょっとアナログゲームっていうか、デジタル系のゲームじゃないんだけど、ポケモンカード。もう結構ね、まあ、がっつりって感じじゃないんだけど、ちょこちょこね、買ってデッキ組んだりとかして遊んでるっていうのが、ポケカ
ちょっと最近ちょっとまた買ったりとかしてたのが遊戯王、あとバトスピンもねたまに やるのと、あとディバースかな。結構カードゲームね結構好きなんだよね。うん。で次が好きな作品、まあ漫画とかアニメとかの好きな作品が、ポケモンはねアニメも好きなんですけど、あとは結構なんかもう一番好きっていうか、結構なんかもう人生に影響を与えたじゃないけど、まあなんか自分のなんか一部みたいなになるやっぱ作品ってやっぱりあったりするじゃないですか。それを言うと自分はパンドラハーツっていうね漫画があるんですけど、アニメもねあったけど、パンドラハーツっていう漫画がねもうめちゃくちゃ刺さって、もう好きなキャラクター、まあキャラクターもみんな好きなんだけど、パンドラハーツ出てくるキャラクターっていうのが、まあ、特にねザークシーズブレイクっていうブレイクさんがねめちゃくちゃ好きで、髪型とかもちょっとね真似しちゃうぐらい真似しちゃったりしたりとかしたぐるぐらいね好きだったりとか、あとなんかもうあのね世界観、まあ、ちょっとヨーロッパ系だったりするんだけど、めちゃくちゃなんかもう世界観も大好きだし、もうキャラクターも大好きだしっていうね、もう本当に好きな漫画ですねパンドラハーツは。で同じね作者さんのバインタスのカルテもね漫画ね買って読んでるんですけど、まあ、ちょっとねまだ途中なので完結してないので、ちょっと一応ねここにはね、まあ、完結してない漫画もあるんですけど、一応ちょっとね今回は書かないでおきましたと。であとはまあゴチューサーも普通に好きだし、あとあまあアニメになるんだけどエンジェルビーツもね、うーんやっぱ好きかなエンジェルビーツ。あとはフェイトシリーズ、まあ、ステイナイト系って言えばいいのかな、まあ、同じいろんなルートがあるステイナイトとかも好きだし、まあ、アニメで言うとまあアポクリファとかもね見てたし、あとロードエルメロイとかもちょっとね好きだったしっていう、まあ、フェイトシリーズと、まあ、めっちゃ詳しくはないんだけどねフェイトシリーズはについてはね。であとゆるキャンもね好きだったし、でまあちょっと書いてないけど、まあ、金色モザイクとかも好きだったしっていう感じで、あとはガンダム00 ガンダム00ねやっぱね好きなんだよね、結構何回か見たかも、なんか定期的に見たくなるガンダム00。でも特にねコーラサワーさんがねめちゃくちゃ好きでコーラサワーさんのねなんかまとめシーンまとめ動画とか見たりとか、定期的になんかウィキとかをね見るぐらいちょっとコーラサワーさんは大好きですね。だからガン WO がなんか次回作最新作がなんか出るみたいな噂っていうか、まあちょっと話があった時になんかまあ、 あのグラハムさんとかはもうなんかもう確定でねもうソレスタルビーングに入ってみたいな話があったけど、コーラサワーさんがどうなるのかっていう、コーラサワーさんが出てくるのかっていう、そこがねめちゃくちゃ気になるポジションポイントかな。あとワールドトリガーねちょっとアニメでしか追ってないんですけど、やっぱワールドトリガーねうんやっぱ面白い、まあ、ヒロアカもそんな感じ。あジョジョもね原作読みたいんだけど、アニメから入って最近本当に最近ジョジョ見て、でアニメバーって見て、アニメでめちゃくちゃハマっちゃって、ちょっと原作ねえ荒木先生の原作もちょっと読みたいんだけど、ちょっとまだね漫画には手は出せてないっていう状況で、ジョジョねアニメめちゃくちゃ好きだったなって感じで。で次が仮面ライダー、うん、仮面ライダーシリーズやっぱり好きなんだけど、まあ、ちょっと昭和はね、昭和の方はあまり見る機会がやっぱりなくて、どちらかというと平成と令和、今やってる令和だよね、平成と令和のシリーズはねめちゃくちゃ、やっぱ仮面ライダーね好きかな、めちゃくちゃ好き。一番好きな仮面ライダーのシリーズはって言われたら、ちょっといろいろね
いろいろあってちょっと決められない部分はあるんだけど、まあ、比較的結構好きかなってやっぱオーズかなやっぱオーズちょっと新作がねって話がねやっぱあるからめちゃくちゃ気になる。あとビルドやっぱ好きかな。ちょっと頭が今ぼーっとしてちょっとパッと出てこないけど、オーズビルドは特に好きかもしんない。で次が、まあ、ちょっとね好きなゲームでもあげたポケモンの中で、まあ、特にねちょっとあげたいなっていう好きなポケモン、まあまあこんな感じですね。ちょっとねもう長くなっちゃうからちょっと軽くねこんな感じかな。ちょっとあげたんだけど軽く。他にもやっぱりねポケモンめちゃくちゃ好きなポケモン多くて、ちょっとここにも書いてないポケモンで好きなポケモンいるんだけど、うん、まあ、特に好きなポケモンっていうのが大体こんな感じかな。まあでも結構好きなポケモン入れ替わるかも。好き度合いが入れ替わるかも。で、まあ、特にねやっぱ草タイプ、まあ、チェリムとかラランテスとかねバケッチャとかもなんだけど、ウツボットとかもだし、やっぱ草タイプね結構好きになる傾向あるかなって感じですねポケモンは。うん、でちょっとね上げてなかったんだけど、まあ、ゲームで、まあ、ちょっとねあんまりやれてないけど普通にキャラクター好きっていうのがアイマスシリーズと、あと刀剣乱舞とかも、まあ、たまにゲームやる。まあ、ちょっとねキャラクターはすごい好きだけどゲームあんまりやれてないなっていう感じなのがやっぱアイマス、刀剣乱舞、あとツイステッドハンターランド、もうキャラクターね好きなんだけどツイステッドワンダーランドもちょっとキャラクター好きなんだけど、ちょっとゲームがっつりはあんまりやれてないなっていう感じかな。であとはちょっとこれ以外に好きなことっていうか好きな色とかっていう一応言っておくと、なんかピンクとね紫の間ぐらいの、まあライラックじゃないけど、まあ、ライラックも好きだけどピンクと紫の間ぐらいのね色が好きだったりとか、あとは結構パステル系の色とかが好きかな。特になんかなんだろう、なんか紫とかピンクとかなんて言えばいいんだろう、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、ちょっと夢川系っていうのかな、なんかああいうのねめちゃくちゃ好きかなっていう感じですかね。まあ、ちょっとねなんか自己紹介やっぱ恥ずかしいね。あんまりちょっと慣れないね自己紹介って、なんか改めてこういう風にするとちょっと恥ずかしくて、結構何喋ったらいいかちょっと分かんない感じだったんだけど、まあ、とりあえずね2周年記念ということでね今回自己紹介やってみましたという感じで、まあ、結構ね好きなものとか結構コロコロ変わるところもちょっとあるから、また変わってるかもしれないけど、まあ、とりあえずこんな感じかな。まあ、結構ね、まあ、なんか一部分ポケモンとか好きな作品とか好きな作品のキャラクターとかちょっと話したり詳しく話したりした部分もあるけど、ちょっと話せなかったね、あんまり時間長引いちゃうからねめちゃくちゃあんまり話せなかった部分とかもあるんですけど、またね機会があればねそこら辺も話してみたいなという感じですね。まあ、特にね、まあ、カードゲームで言うとポケカ今こんなデッキ組んでますよとか遊戯を、まあ、うん、そんなねこんなデッキ組んでるよとかねそういう話とかもねまだ機会があればやってみたいと思います。ということでね今回はだいたいこんな感じで、これからもねぜひ、まあ、応援というか動画をね見に来てくれたりとかしてくれたら嬉しいと思いますってちょっと閉まんなかったけど今嬉しいです。ということでまた会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。